昨晩配信始まりましたジムアップデート6で、インストールが終わって起動してみたんですけどね、これガーミンのフレームのテクスチャがおかしくなってるんですよ。どうにもこうにも元に戻せなくて、こうして東京のど真ん中でプカプカしょぼくれてる次第です。今までアイコン A5 はマットを使って2021年モデルにしてガーミン G3X を使ってたんですけど、それが原因かと思っていろいろ試行錯誤してたんですが、力尽きてここに軟着陸したわけです。そもそも本当に望んでるものが遠いんですよ。回転翼とかリプレイとかグライダーとか A320 をまともに使えるようにするとか、南米は地形バグ多いしランドマークマーカーは少ないし、ロンドンやパリの市街地、あんなにたくさんランドマークマーカー必要なんですか？ぶーたれてないで、そろそろシムアップデート6の話しましょうか。容量は5ギガ程度。インストールしながらリリースノート見てたんですが、いつも通り細かなバグ修正が無数にあって、その中から大きなものを探していくわけなんですが、一番はこれ。アッティド、アクセス、トゥ、ザ、ニュー、アエラ、インターフェース。今までオートパイロットがついてなかった機種のいくつかに、この表記があります。アレアインターフェースにアクセスできるって書かれても、意味がわかりませんね。もう少し気を使ってほしいです。アレアっていうのは、ガーミンの小型機航空機向けのナビシステムです。オートパイロットが可能なモデルもあるんですが、今回ついてきたものは、オートパイロットは、ついていませんね。本当にナビです。商品ラインナップとか、あまり詳しくないんですが、ガーミンの、アレア660、もしくは760、そのあたりのものだと思います。コクピットの空いたところに、ミニタブレットをポン付けする感じです。こんなところでプカプカしてても沈むの待つだけなんで、この新しいナビシステムをご紹介します。あと、その他の目立った変更点、エアレースの追加コンテンツの告知があったので、少し触れようと思います。では、飛びます。では、まずはルート作成。説明なんで、調布飛行場から立川飛行場への短距離飛行です。まあ、この程度の距離なら、電車か車、なんなら走っていけって距離ですけど。適当に設定して、レッツ、フライ。はい、調布飛行場です。まず、輝度の設定をしておきましょう。右下のツールズのところから、設定できます。どうやら、これ、起動時初回しかできないようなので、気をつけてください。右のアイコン群の一番上を押すと、見慣れたガーミンの PFD です。そして一番下がマップです。はじめに言ってしまいますが、現状では未実装が多いようで、これとマップが見れるくらいの機能です。これが表示されるだけでも、結構便利ではありますが、大人は納得しません。マップを見てみます。ルートが表示されていますね。ここ、時々ルートの表示がおかしくなりますが、画面を切り替えたり、しばらく待ったりすると、復帰します。そして、現在飛行中のルートのマゼンダ、その先が白で表示されているんですが、これ、どうやってもウェイポイント通過と判断してくれません。つまり、着陸までずっとこの表示のままです。まあオートパイロットではないので、さほど困ることではないですが、かなりがっかりです。その他は、ウェイポイントの追加、編集ができるんですが、カスタムウェイポイントには触れません。ダイレクトのアイコンがありますが、そちらからも、カスタムウェイポイントは指定できないようです。UI から判断すると、おそらく将来的に対応させるつもりだと思います。先ほどガーミン760かな？と言いましたが、これ別のものですね。現状では、かなり残念なものではありますが、方位系の部分に水色のバグがあることから、オートパイロットを実装するつもりだと思います。もう待ちくたびれましたが待ちましょう。についてはこのくらい。その他の気になったところ行ってみましょう。
あまり話題になっていませんが、各ワールドアップデートにプチアップデートが入ってます。コンテンツマネージャーから個別にアップデートしてください。取るに足らない話だと思っていたのですが、なんとついに東京タワーがちゃんとしました。あの謎の黒い X ビルが随分立派になりましたよ。そしてダウンロードコンテンツ D のエアレース、これ発売日決まりました。11月18日です。なんとなくフライトシムに手を出して合わなかった人にもこれで可能性が出てきたんじゃないでしょうか。ゲーム感覚で遊べますから、挙動は全然ゲーム挙動じゃありませんが、ただアクロバットやレースってすごく難しいので覚悟が必要ですね。その他は特に目立った変更はありませんが、修正箇所が無数にあるので刺さる人には刺さる、関係ない人には関係ないといったところかと思います。大型旅客機ではボーイングはどちらも修正が多く入っていましたが、 A320neo に関してはあっさりしたものでした。あと気になったのは ILS オフセットローカライザーの改善がありました。これ羽田のランウェイ22の LDA アプローチも改善されているって話なので見てみます。私あのアプローチは苦手であまりやらないんですよね。さて短い紹介でしたが、愚痴をこぼしたかっただけなのでこんなもんです。普段は遊覧飛行動画をメインにやってますので、お時間あれば他の動画も見てやってください。それでは。